今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君と、リオでございます。はい、ちゅうことで、はい、黄昏の閃光廃棄だ、うん、第2夜2夜2夜2弾じゃなくて2夜なんやね。あ、はい、2夜じゃないぞ、2夜2夜アップにしといてやるわ。いいわ。はい、こちらが10月17日月曜日12時からスタート。はい、ということで、まあこのガチャを引くべきか。うん、で今回はこの星6確定ガチャチケット、はい、こちらもあります。ありますね。だから自分に合ったキャラなのか、うん、よーく考えてくるのがいいと思います。と、うん、いうことで、今回のですね、黄昏の閃光廃棄だ、はい、第2夜、このキャラの詳細情報を皆さんにお届けしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まずは1キャラ目、はい、スノハナレンジロー。レンジロー、総合評価の方は A とさせていただきました。うん、でワクワクの実は過激盛り。ほう、で A の証はコーナー井戸で使用するなら、うん、先見の書も一緒です。侍なんやねこの人ね。うん、うん、今回の、まあ前回もそうなんやけど、はい、先行廃棄だ、これはね全部侍です。へー、うん、確かね、前回も確か全部侍やったと思う。うん、うん、ということで詳細いきましょう。はい、アビリティの方が超アンチダメージボール、だからダメージボールに触れると攻撃力が 1.3倍、うん、で魔族ユニバース聖騎士キラー M、うん、キラーの対象の種族に対して攻撃力がアップ 2.0倍、うん、でかいねこれね。おー、でさらに超アンチ重力バリア、うん、だから重力バリア無効化してスピードアップするから。であといいのがね、これゲージなんだよな。おー、うん、地味にいいのが。なるほど、要はスピード調節できるわけや。うん、なかなかあのあレベル高いあれやけどな。あそして SS ターン短縮、はい、これがまあ最大で3ターン短縮できると。うん、うん、これも非常に大きいなと思います。はい、はい、お次は友情、はい、超強衛星弾にゃん。うん、でこちらはですね、ジュズ丸が持ってるやつです。はい、まあ数値見てもらえば分かるんだけど、ちょっとうん、でも分かりにくいよな。うん、うん、実際な、はい、キラー M 乗っかったところの数値っていうのは、うん、とこのジュズマルの弱点キラーと魔法陣ブーストの間、全然わかんねえ。全然わかんねえんだけど、強いのか弱いのか。いや、ジュズマルよりちょっと劣るぐらいだから普通に火力は出せるよね。うん、しかも超バランス型だから優位属性に対して補正が入ると、うん、まあ、これもあるから、まあ、そこそこ火力は出るはず。うん、ちょっと癖強いけどな、はい。そしてサブ友情の方が超絶トライブパルス、お、これが新友情でございます。何か、お、でこちらは、キラー対象には78万7500。うん、なんかおでかすぎてよくわからん。うん、これめっちゃ強いよ。でちなみにあの超強トライブパルス、はい、ユグドラシル、はい、同じバランス型15万7500でした。ん、だから超絶トライブパルスは、うん、2.5 倍よ。えらいことやん。おう、え、すごい勢いで溶けてくってこと。 2.5 のキラー M の2倍入るから、やばくない。やばいです、普通に。あ、でも種族が一緒じゃないといかんの。そういうこと。うん、まあこうまとめの方で喋る。あ、はい、あ、はい、でストライクショット、はい、こちらが20プラス4ターンの最大24ターン、うん、触れた敵の遅延、うん、うん、だから、まあ、逆に言うと遅延したい敵を選べるっていう風にも取れるよね。ほう、うん、で1段階目が自強化が10倍遅延が2ターン、うん、2段階目の自強化が10倍、はい、こちらの遅延が3ターンとなっております。はい、うん、だからまあそこそこいいかなと思う。うん、うん、まあ自強化10倍もまあこんだけキラーゴリゴリ持っとるから、まあね、まあしょうがないかなっていうところはあります。うん、はい、連れて行けるクエスト、はい、爆絶読み、うん、超絶エマテン、うん、月読みアシュラなど、うん、近畿が16で天魔の古城の EX アーキレット。ほう、特に近畿16とかは、うん、いや結構やべえよ。ユニバースキラー M 持ってるから、うん、普通にぶっ刺さるボスに対して、ぶっ刺さる、うん、これは結構来てますね。天魔のアーキレットに関してはそれですね、今から喋ります。はい、ということで EX アーキレット、はい、こちらですね、遊撃や紋章などの、ま、強化の方をしない状態で、うん、魔導士が処理できるらしいです。この人をゲットしたてのほやほやでいけちゃうってことね。レベル1とかにするんだよ。あ、まあ、それはそうなんだけどね。レベル120ぐらいにはしとこうぜ、うん、ただ遊撃とか紋章を積む必要はない、はいはい、みなしでいけるってことね、うん、その状態で、潰せる。だから過激盛りっていう風になるかな。あ、なるほどね、うん、で詳しくはあのお手さんがですね、はい、Twitter の方でつぶやいてますので、うん、あの URL もね掲載しておきます。そう、でおそらく
またお手さんがゲームウィズの方で、記事の方で、うん、上げてくれると思うので、うん、まあ、そちらをね参考にしてください。はい、うん、あの人が一番詳しいから。そうやな、うちらアーケード出すまでがまず大変やしな。そうなんです、まだ俺遭遇したことないから。うん、まとめです、はい、現状で活躍するのは天馬のアーキレットと近畿16になります、うん、キラー対象には殴り友情と効果力が出せるキャラクター、うん、友情の超絶ドライブパルスが今後悪さをする可能性は高いかなと思っております、うん、幻想壁で配置しネクロ、これ蘇生ゾンビ で、はい、で魔導士鬼、ここキラー対象ですから、うん、これを友情で溶かすなどの攻略ができる可能性があると。あ、うん、蘇生ゾンビってお互いにさ、こう蘇生し合ってんじゃん、うん、あれがクソめんどくさかったりとかするんだけど、さすがに78万とかやったら、うん、溶けるでしょっていうのはあるよね。あの覇者のさ35ワットとかだっけ、なんか一面二面はなんかいっぱい出てくるじゃん、蘇生でのやつ。もう覇者はな、そうなんだけどね、レーザードンや、そうなんだけどね、うん、もしそう、あの始めたての人がこれいきなりゲットしました、連れてきるんじゃないっていう、まあな、でもそれやったら共有所積んだ方が早いでって言いたい。せやろ、だから覇者っていうよりも例えば天馬の古城とかでも一応出てくるけど、まあ、ちょっと属性が逆属性になるからあれなんだけど、まあそういったところでひょっとしたらワンちゃん、まあ、今後ね、はい、そういった期待は持てるかなと思います、うんうん、であと SS 短縮を持ち、うん、遅延のストライク書とも優秀かなと思います、うん、はい、分からない、あくまで可能性の話で実際どうなるかは分からんし、うん、正直やってみないと分からないっていうところもあるんだけど、うん、これはちょっと面白そうだなって思ってる、うん、なんか鬱陶しいところ、まあ鬼とかはさ即死とかあるじゃん、はいはいはい、うん、だひょっとしたら超究極とかね、はあ、あのコラボの、はい、ああいったところでこう難しいっていうクエストが来た時に、はあ、ああいう鬼とかさ、うん、ゾンビとかさ、はいはい、魔導士とかさ、うん、あの辺の処理、うんうん、ひょっとしたら配置することでやれるかもしれないし、なるほどね、うん、まあ、そういったね悪さが一応できるキャラクター、うんうん、だと思ってます。はい、次のキャラクターいきましょう。コギリ作の、コギリや、コギリ作の、うん、ノコギリかもしれんな。あ、そうやな、ノコギリっちゅう意味やな、すんごい刀持っとんもんなこれな。ギッツギザやてね。もう一体ぞこんなんでやられたら。でもこのイラスト好きやわ。でワクワクの民は過激盛り、はい、英雄の明かした先見の書はちょっとね様子見、うんうん、ということでアビリティ、はい、渾身を持っております、まあ、最近ちょっと増えたよね。そうね、うん、攻撃力アップ 3.0 倍、うん、その代わりスピードがダウンします、うん、0.25 倍。どのぐらいなんの。めっちゃ遅いよ。テキーラとか使ったことない。うん、なんかすっごい遅くなった、うん、もうあれ好きじゃないね私。だからまあ動きたいときはゲージ外せばいいだけ、うん、それができないないつもゲージ減っちゃうんだよね。遅そうってなっちゃうの。もう分かる、俺もやろ、ちょいちょいやってまう。で、バイセンパー M、 こちらは、はい、まあ、地雷を持ってる時の直殴りの倍率が 2.0、うんうん、ということで、直殴りの最大火力の方が渾身 3.0、 マインスイッパー M2.0 の6倍になると。お、うん、まあ、これ結構やっぱやべえよな、うんうん、まあ、その代わりに足遅いから複数は殴れんけど、そうね、うん、一発ドーンみたいな。そうやな、うん、まあ、これとかで弱点カーッって殴れるな、うん、結構火力出ると思います。 はい、そして友情、はい、直球超投げ払い、ちょきょちょ投げ払い。じゃ今さ、うん、このギザギザでブーンってやられたら一体やろうなと思って。全然関係ないことこれ。あれな。あ、そう。想像しちゃった。だから俺のあれには突っ込まんかったと。うんうん、まあガムシやな。まあいいですわ。作弾の方がバランス型、はい、で、まあソロモンとね同じだと思ってください。ほう、で、原用キラー M の乗っかってないソロモン。うん、だからいや結構普通に強いよ。そうね。うん。しかも、まあ、超バランス型だから優位属性に対して補正が入ると、うん、うん、これはね結構ねまた悪さしますよ、ブーンってな、うん、うん、サブ映像の方が超絶フレア、うん、まあ、これはねどちらかというとダメージっていうよりもあの、うん、まあ麻痺させるとか、うん、まあ、そういったところから11万だからむちゃくちゃ高いわけではないんだよね、うん、だから属性倍率高いところではまああんまりそこまでダメージ伸びないんじゃないかなっていうところはあるんだけど、うん、まあ、これの、利点でもあり欠点でもあるんだけど麻痺よ、はいはい、でたまにクロスドクロ発動するキャラクターの敵のね、うん、麻痺させちゃって、はいはい、バッテンマークついて、うん、倒しちゃうと、うん、まあ、事故につながると、なんかボスが出てこんとかね、うん、うん、そう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 、まあ、はい積んだってなることがある、うん、はい、あとは反撃モードで攻撃力アップとかね、うん、そういった敵の場合とかね、はいはいはい、うん、例えば弱点の倍率上がりますよとかね、そういったら結構あるので、うん、まあ、それをねちょっと邪魔しちゃう可能性があると、あ、そうね、うん、だから
結構この超絶フレアっていうのはマイナス点のところも多いから、うんうん、これを編成することで足引っ張るっていうのも正直この超絶フレアだけで起こりうることだからね、うん、クロスドクロがないとか絶対このステージは大丈夫って分かった上で連れていくなら大丈夫だよね。そうだよね、うんうん、っていうのも優勝で限定されるっていうところがまあそもそも嫌だなって感じ。あ、そういうことね、うん、あ、そしてストライクショット、はい、こちらが8プラス12ターン、うん、短いよな、ね、1ターン目がな、うん、8だからな。で最大20ターン、うん、でランダと吹っ飛ばしと HP 回復、うん、でこの SS の倍率一数とかね、これ使ってみたって全然見にくくて分かんねえ。わっちょちょしてた。分かんねえ、あれ解析不可能。そうか、うん、計算あ無理、トマト見て。ただここは分かりました。 HP の回復これはね、はい、1段階目が2万、はい、え2段階目が4万5千、4万5千だから、まあ、約半分ぐらい。結構いいね、まあ、半分いかないか、今だったらまあ大体11万とかだから、まあ、ね、まあ、40% ぐらいはね回復してくれるんじゃないかなと思います。はい、スカルケソ、はい、こちらは豪絶カルナ、うん、爆絶はヘルヘイム二雷カナイ、うん、超絶はドゥーム界キュウキリョフなど、うん、近畿は裏715裏17裏の27、うん、裏ばっかやな。そうやな、うん、でまとめです、はい、超バランス型の補正、そして地雷所持、うん、渾身、うん、これで殴れば非常に高い火力が出せます、うん、また渾身とランダーストライクショットの相性もいい、うん、貴族性で重力ワープ地雷の3ギミック対応はこの子しかいないんです。あ、そうなんや、はい、そのためロックオン地雷で重力ワープのクエストが組まれる可能性もあり、ちょっと怖いキャラになるかなと。なるほど、うん、だからマイナス点も正直さっき言った通りにあるんだけど、うんうんうん、なんだけど、いやこいつ連れていかないとそもそも無理だよみたいなところはね、うんうん、出てくる可能性は全然あるかなというので、うん、まあ、ちょっとうん警戒してるキャラクターから、うんうん、はい、次のキャラクターは電動リルル。電動ドリルちゃんや。はい、総合評価の方は B とさせていただきました。あら、爆薬の実は過激盛り、はい、A 中下線形の章、こちらも様子見でいきましょう、うん、はい、ということでアビリティです、はい、超アンチワープを持っております。だからワープが展開されると、攻撃力はアップします、はい、あと転送壁含む4ギミック対応、うん、これはいいね。これはねめっちゃいいんだよ、うん、いいんだけど、うん、ちょっと対応アビがっていうところもあるんだよな。おう、うん、まあ、これ後でね、あの使えるクエストの方で、うん、分かってくると思います。はい、そして友情、はい、16方向レーザー EL、 これリルルがバランス型で、うん、サマ、はい、あれ砲撃型、うん、でしかもサブ友情に爆発持ってると、で数値の方もサマの方が上、うんうん、ってなってくると、うん、リルルの場合は、はい、バランス型で、まあ、超バランス型にすると優位属性に対して補正が入ると、うん、で砲撃型はバランス型の 1.4 倍なわけよ、うんうん、で超絶アップのクエスト、属性倍率が超絶アップのクエストは補正の方が 1.54 倍、だからその時は、まあ、サマを上回ると、うん、数字上ではってなるんだよな。ただサマに関しては爆発友情を持ってて使いやすさっていうところもある、うんうん、だからリルルに関しては、まあ、サマ使っていると、まあ、ある程度イメージはつくと思うんだけど、うん、まあ、弱点付近にいてこのレーザーがブワッと何本か入るっていう状態だと結構効果力を出せると思います、うん、ただその条件がいるっていうのが、うん、っていうところかな、うんうん、出せる時と出せん時のちょっと振り幅が結構大きかったりとかする、はいはい、あと複数積むのかっていったところもあるよね。あ、そうね、うん、サブ友情の方はちょっと属性が違うのでもう端折ります。おう、うん、でストライクショット、はい、こちらは8プラス12ターン、うん、最大20ターン、うん、スピードがアップ、弱点キラー、うん、連撃キラーで、これなんですよ、言っとったやつやね、ニュースのまとめの時にね、うん、使ってみたの動画が、はい、まあ、弱点倍率ね上がっていたりとか、うん、まあ、そういうステージだったので、うん、まあ、分かりにくい、うん、あれ無理でした、無理でしたか、うん、諦めました、うん、諦めも大事、あ、もうこれ絶対無理だと思って、うん、まあ、でもそこそこ軽く出してたけど、うん、やっぱ弱点倍率上がるクエストで分かんないよね、うん、普通のところで使ってみないと ね、うん、だからごめん、うんでも減速率とかさ、なんか足普通に遅かったような気に見えたんだけど、ね、減速率こう低下してるっていう感じではなかったな、ね、うん、うん、あーんって思って見てただからおそらくでもあそこまで火力出してたっていうことは連撃 の、 あの上昇率は通常の連撃キラーより上かもしれないね、うん、だから分からんよね、その辺も計算してみると、うん、そうね、うん、つかるクエスト、はい、こちらが爆絶カナンエデン、うん、超絶オドゼクス混合夜叉冥王会など、うん、近畿が10裏14刹那、
こちらが EX 裏14ですね、はい、あと24、うん、とね、ちょっと高難易度での使用が適正クエストがない、うん、ないか、うん、まあ、まとめいきましょう、はい、転送壁を含む4ギミック対応は優秀です、うん、ただ現状では高難易度にあまり適性を持たない、うん、ストライクショットは配置と弱点の位置によって火力の差が大きく出そう、うん、スペックが非常に高いキャラではないため3ギミック対応が求められない限りは、うん、他のキャラで代用できてしまいそうなイメージ。なるほど、結局なんか比べちゃうと負けちゃう可能性もある。ああ、うん、ただ SS はね、もうほんと条件整ったらめっちゃ出せるキャラクターなんだけど、うん、っていうところはあって、ちょっと懸念材料もあるかなーっていったところ、うん、うん、むっちゃ強いわけでキラーとかがね、これくらいあるわけじゃないから、ね、うん、超アンチワープと超バランスの補正っていうところなんで、うんうんうん、まあ、でもなんだかんだ言ってこういうのがね適正だったりとかするんだよね、そうね、うん、そういう傾向もあるから、うん、まあ一概にポイっていう形ではないんだけどやっぱりあのギミック対応が多い分ちょっと、うん、だからスペックは下げられてるのかなっていうのが気になったかな、ね、はい、はい、そう、元行きましょう、はい、現環境で評価をするなら篠原レンジロの一強ともね言えてしまうかなと思います。ただ、小蹴り作野と電動リルルは、まあ、どちらかというと未来型、うん、なんであの今後の活躍は、まあ、正直わからないと、うんうん、じゃあね、引くべきかってとこです。はい、今回は天魔の古城10の魔を周回してアーキレットをゲット、うん、目標の人以外は、うん、まあ、優先して引くようなガチャではないように見える、うんうん、まあ、限定じゃないしね、期間もね、そう、まあ、どこかでキャッチできたなーぐらいの感覚の方がええんちゃうかな、うん、うん、そら持っとるに越したことはない、まあ、 それは安心やけど、あそこへね、こうお金とか受け地飛ばしていくのはね、ちょっともったいないかなっていう、今オーブ少ない人多いやろしね、うん、うん、まあ、いくらなチョコリセット来るからっつってもな、やっぱ大事にしといた方がいいから、そう、大事、オーブ年末やるから、あ、ありますよ、もう早いよな、もう年末近づいてきたね、もうね、あっという間に11月になって12月になって、ああ、な、年始来てみたいな、その頃にはオーブ歌いません、そうってならないようにね、うん、さらに情報でございます、はい、周年イベントの配信で、はい、天魔の古城の追加はね、今のところはまあ、予定はないというようなことを、ね、明言しておりました、うん、で今後は分からないんですが、うん、まあ、少なくとも当分来ないと思われます、うん、で追加が来た場合、はい、万が一ね追加が来ました、うん、なんだけど EX アーキレットに関しては多分続きでステージが始まるわけじゃない、例えば近畿とかだったらその編成のまんま EX ステージやる、はい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 、うん、でもあのアーケードは違うわけよ、うん、どちらかというと、ね、うん、運営取引とか、はいはいはい、ああいう他のね、うん、今ここ爆絶とかも、うん、ああいう EX と同じ扱いだから、はいはい、多分そのアナレンジローが、うん、まあ、今後もね適正であり続ける可能性は非常に高いかなと、そうやね、うん、まあ、ここまでのキャラクター出してきたら、うん、多分やけど当分出さんかな、うん、なるほど、うん、っていうのもあるかな、例えば、うん、じゃあ追加ありました、うん、あのアーキレットの確率上がりますって、うん、なったとしても、うん、あのままのステージだと思うわ、うん、うん、今のね超絶とかもね全部奴隷クリアしても同じ運営取引が来たりとかする、はいはいはい、うん、だからあんな形でもう EX のアーキレットは、うん、もうあのまんまやと思うわ、うん、だから、まあ、特にね今ゲットしたいという人はもうかなり周回して、うん、やっと出たやつやからやっぱ絶対負けたくない、うんうん、そういう人はもっと取りに行った方がいいかなとは思うけど、うん、まあ、それ以外の人はまあ極力ね、うん、まあ後でいいやとかね、うんうん、まあ、そういった形でいいんじゃないかなって思います、うん、はい、ということでいかがだったでしょうか、よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知よろしくお願いします、お願いします、ということで今回の動画はこうやって終わりたいと思います、それでは皆さんせーの、いい目見るよ、ありがとうございました、ありがとうございます、何さっきだ、みんな、うかちゃん、はい、まあ、そんな優先していくことないでって言って、うん、だけど、うん、俺は天魔の古城、うん、やってるので引きます、あ、引くの、はい、うん、頑張って頑張って頑張って、私オーブないから、うん、頑張ってあれ、遠回しいんだ、え、お前出せやって言っとるよ、え、どういうこと、一人でどうってことよ、あ、そうなの、うん、キャラ確定型チケットやん、オーブ50個ついてくる、ああ、それを引くってことね、うん、うん、それ引こうかなと思って、あ、それだけ引いてってこと、あー、分からんなそれは分からんけど、うん、ちょっと10連とかいっちゃうかもしれん、あ、そう、いや、でもレンジロ欲しいもん、あと今後の動画とかに
使える可能性あるから、うん、そこはちょっと欲しいな。超絶トライブパルスか、あれは気になるよね。うん、うん、あれがめっちゃ気になるから、うん、なんか悪さそうで、うん、やっぱここまで言っといて、うん、お前持ってへんのかいって言われるのちょっと辛いから、ね、だから俺は引く。うん、頑張れ。いや、最悪助けて。ん？よかった。じゃあ俺メインとサブ、はあ、両方ともじゃあ買います。はあ、チケット買います。はあ、3分の1にかけると無理だったら、うん、助けて。3分の1じゃあ俺の運知ってるやろ。うん、知ってるよ、うん、あそこはオーブは出さずにこっちに回ってくるってことね。ん？ん？そういうことやろ。なんで？え、そのガチャチケットだっけ、あれを200分買うけど、それを使っちゃっても出んかったらこっちにあのオーブ、自分のオーブは使わずにこっちに来るってことでしょ。いや、その時は使いますよ、さすがに。うん、使いますけど無理やったら助けてって、うん、ちょこっとだけね、うんうん、本当に10連とかで、ね、行ったとしてもオーブないの。オーブの数でね、オーブないね、はい、本当に数いきました。本当にないから、はい。